雲に輝く入場の青葉の嵐青木見よ、矢作の流れまさに見よ、伊沢は高しこの力、岡崎これが我が郷土、いざや抜け抜け青い武将隊、いざ出世神社。
伝の石君に仕え、松平の守一守をなさず、幼き頃より家康公の御ためにと従いしは、一向一揆に改宗し、一度たりとも負けしだった。ただ、勝つ、海と名付けられしは、戦国最強の武将。本田忠勝、四天王のしんがりは家康公の片腕と、誰が呼んだかそれがしは幼き友のお目付役、冷静沈着切れ者と、三河武士の鏡とて徳川四天王筆頭酒井忠次参る。天下に足らず、天下は天下の天下なり、我慢心を堪忍と、幼き頃より戦国の威風を超えて、今よみがえこの平成の岡崎の我こ家康だ。別当家康と青い武将だい。
どうも皆様こんにちは。お暑い中本日もありがとうございまする。我々グレート家康公青い武将隊でございまする。それでは皆様お付き合いくださいませ。参りますぞ。泣かぬなら泣くまで待とう。お届けする。あら、ちらほらちらほら知っとるのにやっとらん人も必ずおるはずでございまする。もう一度参ります。行きのするぞ。泣かぬなら泣くまで待とう。おととぎす。あら、ちょっとしか吠えませんね。もう2回見たはずでございまする。3回目はちょっと皆さんご一緒にやりましょう。参りますぞ。泣かぬなら泣くまで待とう。ほととぎす。吠えました。ということで本日もこのほととぎすのポーズをやると殿は必ずこの踊りをするという踊りでございまする。わしもこの名称まだまだ見つかっておりませんけれども、ちょっとご覧ご鑑賞くださいませ。さあさて、我々青い武将隊でございまするけれども、今見ていただきましたようなちょっとかっこいい踊り付きのそんなような演舞もございまするが、他にも我々が400年前の史実に基づいたちょっとした小劇場を武将が行いまする。それでは早速ご覧くださりませ。殿よろしいでございましょうか。それでは参りまする。青い劇場おてんば姫どうぞ。おや、どこぞの美女かと思ったんだが、わしの目も狂ってな。これは榊原殿。どれ、何があった？本田家の教育はさぞ厳しいと見える。榊原殿、皆には分かりませぬ父上のお考えが。戦ばかりで家族を顧みず、時折お会いすれば、私にはしとやかにしろ、女らしくしろの一点張り。本田の家に生まれたばかりについて回るは父の名声だけ。家中の者たちまでがお父上に恥をかかせるな、お父上に負ける立派な世継ぎを産めなどと勝手なことばかりを言う。しかし稲は稲じゃ、誰にも稲の自由を奪う権利などございませぬ。自分の生き方ぐらい自分で決めまする。やれやれ、少しは成長したかと思えば。榊原殿、今なぜ平八が誰よりも強いのか分かるか？誰よりも優しい男だから、誰よりも仲間を思い、家族を思い、これまで自身が切り伏せてきた強者たち、怒り、恨み、悲しみ、命を背負って生きているからこそ。稲には分かりません。聞け。そんな奴がお主のことを考えておらぬわけがあるまい。まあ不器用なのがたまに傷だ。やはり稲には分かりませぬ。稲、こんなところにおったのか。帰るぞ。父上、お話がございます。父上は帰ると言っておるのだ。帰りません。父上、稲のお話を聞いてください。聞かぬ。父上、わからぬやつ、帰るぞ。父上は稲のことを愛してはおらぬのですか。父上、江戸に榊原殿、やはり稲には分かりません。
話ぐらい聞いてやればよいものを。甘やかしてどうなる。バカみたいに追いかけてきておいてよく言うな。先刻、稲の嫁ぎ先が決まったの。そういうこと。パホみたいな顔しやがって。お前ら親子に手向けてやる言葉だろ。持ち合わせてはおらんよ。相変わらずヘラ好き中央。こっちの目が。相変わらずはお前だ。娘が娘なら父も父。顔だけ見なかったのがせめてもの救いだな。うるさいよ。私もとっとと行け。煙がつかぬ。そうか、じゃあな。私は間違っておる。さあな。着いた真田信行のもとへ嫁いだ。真田信政ら四人の子を設け、本は真田の領家によく仕えた。47年の生涯をかけながら徳川のために捧げた光のような女傑でございました。武将武将の女子方は、みんな政略結婚でございましたから、皆様から見るとちょっとかわいそうと思われるかもしれませんけども、400年前政略結婚が普通でございましたから、むしろ、現代のような自由な恋愛結婚の方がおかしかったのでな、例えて言うなら、あら、お宅の奥さん自由結婚、恋愛結婚なの？あらやだ、かわいそうに。大丈夫？大丈夫？どこの馬の骨とも知れず、誰の男と結婚して将来大丈夫？やだやだ、私なんか。ありがとう、ありがとう。よかった。止まんなかったらどうしようか。ありがたい、ありがたい。さらにそんなわけで、夏休みも始まりまして、岡崎公園、家康館、岡崎城ではさまざまな催し物をやっておりまする。家康館、こちらの中では、あちらに看板にもあります通り、江戸の昔の遊び店でしたり、甲冑体験室では土日に限りまして、高い甲冑を、本日は井伊直政の赤備えの彦根庵のあの甲冑を着ることができますので、皆さんもぜひ お立ち寄りくださいませ。そして、岡崎の天守閣の方ではちょっとそちらに、裏だれに本田殿かな、それでも巻物があるじゃろ、それちょっと持ってきてくれんかね。今、一応今日から、ね、夏休み中ですかな、巻物をこちら、こちらを巻物クイズというものが、現在始まる。うわ、壊した。あ、壊した。伝承だぞ。これも巻物自分で作れるようになっておりますのでな、クイズをしながら巻物作りなどをしてみてはいかがでございましょうか。この後もわしら岡崎城に行きまして記念撮影もございますのでよろしくお願いいたしまする。さてと、ここからは趣向きをちょっとガラッと変えましてみんなと踊れるこのコーナー、カニ踊りのお時間でございまする。